皆さんこんにちは。似顔絵師の三崎亮です。この度100均でね、消せる色鉛筆というのが発売されたということを聞きましてね、早速買ってまいりました。これはセリアさんで手に入れました。箱はこんな感じですね。12色も入っておりますね。開けてみます。可愛らしい鉛筆ですね。長さちょっと測ってみますね。1本がだいたいね、そやね、10センチですね。でね、先にやっぱり本当に消しゴムがついております。この色鉛筆に合わせた消しゴムの色ですね。では早速消えるのかどうかね、やってみますね。その前にまず全部色をどんな色か書いています。ピンクな、ピンクに紫に、ね、緑、ちょっと薄い目の感じがしますけどもね、色はね、水色、肌色、オレンジ色ですね。これで黄色で赤と、これで緑やね。こちらが黄緑で、こっちは濃い緑ですね。それで紺色ね、茶色、黒ですね。こんな感じです。ちょっと色は薄い目ではありますね。では消してみますね。こちらの消しゴムで消してみますよ。お、消えますね。確かに、確かに消えます。お、ワンダフル、ワンダフル。消えますね。他の消しゴムでやってみましょうか。黄色いの方でね、黄色でやってみましょう。あ、綺麗に消えます。なかなかいいですね。綺麗に消えましたですね。だいたい私は今までね、三菱のアートレイズっていうね、消せる色鉛筆を買っておりましたけれども、ちょっとそれは1本で150円ぐらいしますのでね、こちらはね、12本で100円ですからね、とてもね、お手軽でいいと思います。色の濃さについてはね、ちょっとご不満があるかもしれんけど、こういう薄いのがね、好きな方はいいと思いますよ。薄いといってもこう、ちょっと力を入れて塗れば、こういう感じになりますね。他の色も塗ってみましょう。こういう感じね、消してみますよ。消しゴムをついてるのがいいですよね。あ、これはいいです。よく消えております。なかなかコンパクトですのでね、ちょっとこれ小さい筆箱か何かね、ケースかなんか入れてね、まあこのケースでもいいですけど、これ入れてバッグの中にね、忍ばせておけばね、ちょっと外でスケッチしようかなとか、なんかイラスト描いてみようかなという時にね、お手軽にね、使えると思います。なかなかいい製品だと思いますよ。私はセリアさんで買わせていただきましたけど、他の100均であるかもしれません。こんなの初めて見ましたのでね。ご視聴ありがとうございました。また何かいい画材が出ましたら、動画に上げてまいりたいと思いますのでね。では、さようなら。